はい、こんにちは。指数方程式なんですが、まあ、こんなような指数方程式、解き方が一般的にあるわけじゃなくて、まあ、うまく解けるようにできてる。で、じゃあ、なんか、うまいことないかなって数字よく眺めてみたときに、まあ、これとこれ数字が全然、まあ、一見違いますけど、全然違ったんじゃどう式作っていいかわかんないんで、これって、もしも、屋根くっついてたら、二重混合外そうっていう気になりますよね。で、じゃあこれついてなくても、なんか二乗になってないかなと。じゃあ、ここで、まあ、二重混合の外し方っていうのは、ルート A たすルート B を二乗したら、まあ、もちろん中身正です。A たす B と2ルート AB っていうふうに、かけてこの中の数。で、中身同士の数足して、それがここに来てと。で、まあ、前は2がいいと。で、まあ、この場合はまあ、マイナスだから、じゃあ、ここマイナスにしときゃいいかと。いう感じで、まず、2ルートにしたいから、これは7-2ルート。2を中に入れてあげると、ルート4だから12と。まあ、そうすれば、かけて12。資産12、6に12。で、足して7は、だから資産。ということで、ルート4引くルート3の2乗になっていると。じゃあ、この数、まあ、ルート4はもちろん2なんで、この数ってのは2引くルート3の2乗に、まあ、これくっついてるから、それは指数法則でそのままかけちゃえばいいんで、2x-8 と。いうふうに、こうなると、あ、強約な無理数ね、と。強約な複素数っていう言葉がありますが、A たす BI と A 引く BI。強約な無理数ってこともあるらしいです。まあ、二次方程式の、まあ、有理数係数の二次方程式、有理数解がなければこういった強約な無理数が2つの解になりますが、その強約な無理数っていうのは、和も積も、まあ、特にこれが整数だったら整数になりますよね。なんで和も積もいい数と。じゃあ、2たすルート3と、2引くルート3っていうのは、これが4引く3で1と。かけて1になる数って何ですかと。それは2つの数は、それ逆数って関係ですよね。なんで、この数とこの数は逆数の関係になってるってことは、これっていうのは普通の逆数っていうのは、A 分の B の逆数は B 分の A っていうふうに、分母と分子ひっくり返したものが逆数なんだから、これも2たすルート3分の1になってるはずなんですよね。で、それは、まあ、2引くルート3は分子の有理化、分母分子に2たすルート3をかけてあげれば、ちゃんと分母がこれで、分子はこれ1になるんで、ちゃんと逆数になってると。まあ、かけて1なんだから、当然と。じゃあ、この式っていうのは、2たすルート3分の1の 2x-8 乗と。で、2たすルート3分の1っていうのは、これ、2たすルート3のマイナス1乗ですよね。じゃあ、やっぱり指数法則ですか、これは、2たすルート3のマイナス1乗で、それの 2x-8 で、指数法則でこれ掛け算していいんで、これは結局、2たすルート3のマイナス 2x+8 と。じゃあ、定が、同じだったら、それはもう、肩の数も同じじゃなければ同じになりませんよね、ということで、x2 乗イコール、-2x+8 なんで、x2 乗+2x-8 が0と。なんで、x+4 と x-2 が0だから、x は -4 と2と。別に負じゃいけない理由はどこにもないんで、大丈夫ということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。